次に古川元久君。古川君国民民主党の古川元久です。時間が限られておりますので、早速質問に行きたいと思いますが、まず先ほどのちょっとあの公明党のです、ね、石川さんの質疑も、あの中川さんのです、ね、質疑でも出ましたが、マイタイムラインについてちょっとお伺いしたいと思います。まあ、マイタイムラインのです、ね、取り組みは、私はまあ大変いいし、また勝つ必要な取り組みだと思いますけれども、 ただこれ、ほとんどやっぱりこう国民に皆さん、認知度がないんじゃないでしょうか、私の周りでもですねこれ、知ってる人ってほとんどいなくて、ちょっと私の地元の名古屋、どんな感じかなっていってあのちょっと調べてみましたが、一応、市内全部に、全国配布このマイタブラインですねこういこうのやってますっていうのをこう配ったと、ただ、うちも私も家内に来ましたけども、 入ってた記憶がないっていう言ってましたし、でまたですね、先日、まあ、の地元で行われた防災避難訓練に参加してた人たちに、皆さん、マイタイムラインって知ってますかって言ったら、誰も手挙げないですし、そういうのがこう全開されたってて、見たことありますって、記憶にないっていう、まあ、こういう状況なんですね。ですから、国はです、ね、このマイタイムラインの取り組みを支援というので,です、ね、防災教育とか、 ファシリテーターの育成とかですね、まあ、のいろいろ取り組んではいるんですけれども、まあ、これ、十分にです、ね、じゃあ、この取り組みがちゃんとその地域で活用されて生かされているというところまでいってないんじゃないかと思うんですが、その辺についてのです、ね、政府としての認識を伺いたいと思います広瀬水管理国土保全局長。 お答えいたします。えー、委員ご指摘のとおり、洪水時の円滑,円滑な避難のためには、住民一人一人がいざという時に取るべき行動をあらかじめ把発表することが重要であり、マイタイムラインの取り組みは、えー、非常に有効な取り組みだという,ふうに認識をしているところでございます。マイタイムラインの取り組みにあたってはですね、地域でお互い顔の見える関係のもとで。 ハザードマップを確認しながら、いつ何をするのかといった災害時の行動計画を策定することが必要だというふうに思ってございます。国土交通省といたしましてはです、ね、マイタイムの取り組みが広がるように、市町村が地域の方々と一緒にマイタイムラインを作成するワークショップの開催を、開催ができるようにです、ね、その手引きを作成するとともに、防災安全交付金による開催支援を通じてですね、 普及啓発に努めているところでございます古川君あの。その普及啓発に努めてるけれども、これがですね、えー、ちゃんとそれ、生かされてるんです、例えばこれ、補助率2分の1で財政支援ってありますけれども、まあ、ちょっとこれあの、えーね、通告してないですけれどもで、実際にこれ、補助金ちゃんとつけたあの予算、全部施行されてます、あまりとかないですかどうですかこれ、広瀬局長。 お答えいたしますあの申し訳ございませんが、個別の執行状況については、質量を整理できておりませんので、えー、把握、今日お答えすることはできません、申し訳ございません。 あの委員御指摘のようにです、ね、やはりあの実効性を確保していくということは極めて大事だと思ってございますので、例えばあの先ほどのワークショップなんかもです、ね、あの実効性を確保するという意味で、あの先ほどありましたように、専門的な知識を有する気象キャスターであったり、防災士のような方を対象に、ファシリテーターの育成を進めていくとかです、ね、あるいは今まではこう受け身で,です、ね、開催の要請があったところで講習会をやってといるようなことをやってございましたけれども、 市町村が自らが積極的にマイタイムラインの普及促進が行えるようにです、ね、検討を進めるためのガイドブックに加えてです、ね、先行的な有料事例集なんかをです、ね、提供を進めていきたいと思ってございまして、引き続き普及啓発に全力を当たっていきたいというふうに思ってございます古川君、あのまあ、だからやってるということはわ <laughs> かるんですよで。そういうメニュー用意してます。で市町村がね じゃあ、使ってくださいって。じゃあ、本当にこれ、ちゃんと使われてるのかなと。で、市町村の方もですよ、そういうのがあって、えー、国からもやれって言われるからっていうので、じゃあ、全国廃棄しましたって、一応それでやったって <laughs> なっても、末、ま、端のですよ、一人一人の住民の皆さん方が、そもそもその存在も知らなければですね、それでやりましたっていうことにはならないと特にこの防災の問題はですよ、やっぱり最終的に一人一人のやっぱり住民の皆さん方が、 ちゃんと意識を持ってもらって、このマイ・タイムラインの中で言ったら、一人一人がちゃんと自分のマイ・タイムラムを作って初めて意味が出てくるわけです。ですから、この国も市町村も、皆さんにやってくださいって言いましたそこで終わりっていうことではですね、これやっぱり責任を果たしてやっぱり言えないんじゃないかと思うんですね。ですから、あの、いいことやってるんですから、やっぱりもうちょっとですね、これは市町村にもやってねっていうだけじゃなくて、 あのもう少しやっぱり国の方からプッシュ型で,です、ね、出張っていく、それぞれ地域でもですよ、私もこれ聞いたらねあの、整備局とかなんかが言われれば、いつでもこうご説明に行きますしかしそれは要請があればっていう、ウェイティングしてる状況だから、ほとんど誰もそういうものを知らない状況だったら、頼みに行く人がいないじゃないですか、またちゃんとそういった意味での、もっとやっぱり、ね、周知徹底そこをちゃんと伝わってるかどうかも確認する。 まそういうところまで,ですねやっぱりこれは、かなりもうちょっとですね政府が前に出て、国がやっていくかないとですねえ進まないんじゃないかと思いますけれども、その点のですねまあこれから努力を、よりこれ、今もやってることだけでは十分ではないと思うので、もっとさらにですね踏み込んだ努力をしてもらいたいと思いますが、いかがですか。 時系列に基づいたタイムライン、これをですね作成することは、自治体もそうですし、住民1人も作られることも非常に大事だというふうに思ってございます。このようなものを連携して作っていくことは非常に大事だと思いますので、委員ご指摘のように、あらゆる機会を通じて、例えばあの流域実施を進めるにあたって、流域で協議会を起こしてございますので、そのような場でえ国土交通省からも積極的に働きかけるとともに、先ほど、首長からなるような、あ、のー タイムラインのネットワークができているという話もございますので、そういう場も通じてです、ね、自治体と市民の皆様が連携を図ってできるように、エリュー会等の場で積極的に PR していきたいというふうに思ってございます委員長エルカ君まあこれ、大臣に質問しませんけれどもね、これ、水部局がやってるんですけれども、たまたま水害の底でね、とこだということなんですが、でこれあの、 マイタイムラインってまあ水の災害だけじゃなくて、他のこともあるわけなんでね、やっぱりこれ、もうちょっと政府としてね、やっぱりちゃんと認知が上がっていかどうか、それこそあの政府でえの世論調査とかやるときもあるじゃないですか、例えばこういうときにちゃんとマイタイムライン知ってますかとかですね、まあぜひですねちょっともうちょっと、この本当、せっかくいい取り組みなんで、ちゃんと一人一人のね国民の皆さんに、こういう取り組みでいくらあの国も協力しますよっていう。 そういうメニューもあるんだということが分かるように努力していただくことをお願いしたいと思います。これは別に答弁を求めません。で次にはです、ね、あの個別の避難計画についてです、ねまあ、お伺いしたいと思います。まあ、もっとねこのあの、えー、この個別避難計画というのは、災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者についてですね、まあ、これをあの市町村でその名簿を作って、その名簿に基づいて個別避難計画を作成することが、これ、市町村の努力義務として課されております。 あのまあ、マイタイムライン以上にです、ね、このまあ、本当にこう自分ではなかなか避難難しい人たちの個別避難計画というのは、命を守るというのは極めて重要だと思うんですけれども、でまあ、あの私もです、ね、この個別避難計画、どんなふうかなって聞いてみましたらです、ね、先生あの、まあ、策定に着手している団体はあもう多いんですよ、ただ、実際にです、ね、ちゃんとこう計画までその、 えー、策定、えー、しましたっていうところはです、ね、まだあの1割も見て満たしてないっていう状況で,で,す、ねで、どうも私もいろいろ聞いてみると、策定に着手しててもです、ねえー、かなりこのね、実際にこう計画がです、ねえー、ちゃんと策定まで至ってるような数っていうのは、これ、相当少ないんじゃないのかなと、あのまあ、聞いたら、1件でもやってれば、うもう、とか、 動いていれば着手ですっていうところで、じゃ着手でどれくらいこう、ね、その名簿のうち、どれくらいできているかとか、そういうこととかなんか、そこまで,です、ねえー、ちゃんと国が把握しているのかどうか、まあ、この辺はいかがですかね、これは高橋政策,政策統括官。お答えいたします。高齢者者者や障害者などのの要配慮者のうち 自ら避難することが困難であり、避難の際に支援が必要な方を記載した避難行動要支援者名簿に基づき、個別避難計画を作成しているところでございます。 委員からもご紹介いただきましたけれども、内閣府が市町村に確認したところでは、この10月1日現在でございますけれども、あのまあ私ども、この着手というのは、計画を少なくとも1件は作成している市町村というふうに取っておりますが、えー、まあそうしたあの、えー、1件以上作成している市町村が1474で84.7%、一方で、えー、の残りの267、15.3%の市町村は、まだ1件も作成できていないという状況でございます。えー、また委員、えー、指摘の のとおり、えー、じゃあ,あの、着手しているところは、じゃあ、全部できているのかというと、あの全部策定しているところは、まあ、151団体で、えーまあ、率にして8.7%ということで、い、えー、まあ、未だ未知半ばという状況かというふうに考えております。えー、作成が進んでいない要因としましては、えー、防災部局、福祉部局、どちらもまあ人手不足、ウマンパワーの問題とか、また、えー、多くの関係者を巻き込みながら、多数の計画づくりに取り組む必要があるといったこと、えー、またあの、これは自治体によるんですけれども、 あの近年、災害に遭っていない自治体では、切迫感があの弱いといったことも、市町村ごとの事情として現場にあるのではないかというふうに考えているところでございます古川君、あのまあ、大雑把にはそれでいいのかもしれませんが、もっとやっぱりちょっときめ細かく、ちゃんとこう状況で把握しないとまずいんじゃないかと思いますね、これ、さっきのマイ・タイムラインと同じで,です、ね、やっぱりちゃんと計画まで立って初めて、その幼稚園の人たちがね、 いざというときにこう助かるわけですから、逆に言うと、計画がないがために、命が失われてしまうっていう可能性も高いわけですから、これですね、私、ちょっと地元名古屋市の状況をちょっと聞いてみました、そうすると、まずは避難行動要支援者名簿を作る際に、その国が対象としているですねまあ基準のこう一番大きな基準だと、もう30万人ぐらいになっちゃうんで、これをですねこの要支援者の名簿、 あの作るときに、要介護者とか障害者とか難病患者とか、そういうふうにです、ね、ずっと絞って、かつまた、そのハザードマップで、非常にリスクの高い地域も絞るっていう、絞りに絞ってです、ね、2500人余りまで絞って名簿になってるんですよ、ね、まあ、そもそも。だから、そこまで絞った名簿が本当に私は、それで必要十分かっていうふうに思ったりもしますけれどもで、その名簿からですね、 えー、そのお、まあ、大体市全体が2500人余りだったんで、その大体1割に当たる250人ぐらいいた南区の1区を選んで、ここで,です、ねあのーまあ、モデル事業としてです、ね、えーまあ、今年度で5000万円の予算をつけて取り組んでいるそうなんです。ただ、なかなか進まないっていうんです、これね、い、え、ろ、ーまあ、んなやっぱりあって、やっぱ,やっぱ計画を作るのに、実は意外に本人、ご本人がやっぱ同意をしないところの計画できないんですけど、なかなか同意してくれないとか。 またです、ね、これ、やっぱりこうあの、取り組み、ね、やるためには、やっぱ作るためには、どうしてもやっぱあのケアマネージャーなど、やっぱ福祉事業者の協力、まあ、こう園等うでお願いしてるんですけれども、まあ、福祉事業者の人たちも実態としてです、ね、こうやってじゃあ、作っちゃったら、じゃあ、自分がじゃあ、責任を持てるかっていう、そういうのがなかなかこのやっぱ協力もです、ね、得にくいということもあると。ですからですね、これですね、このままだとですね、あのやってはいるけれども、ちょっともすみませんっていう、 やっぱそういう状況の市町村が圧倒的なんじゃないかなと思うんですね。ですから、これ、個別の避難計画の策定をですか進めていくためには、ちゃんとやりなさいよっていうだけじゃなくてですね、もっとやっぱ国がいろんな意味でバックアップ体制を強めていく、で財政面でもですよ、このわずか250人のこの計画を作るのにも、名古屋市で5000万の予算をつけてやってるんですよ。 2500人とか、ね、そしてもっとじゃ広げるていったら、一体どうなるのか、だからここはですねやっぱこう財政支援も含めて、財政面での支援も含めてです、ね、やっぱ国がもっと強力にですねバックアップしていかないと、地図として進まないと思いますが、いかがでしょうか。高橋政政策統括官おお答えいたししまます政府におきましては 災害対策基本法の改正により、この個別避難計画が努力義務化された令和3年度から、計画の作成に必要な経費につきまして、地方交付税措置を講じているところでございます。ままたた市町村ににおおけるる取り組みを支援するため内閣府におきまして 個別避難計画の作成手順などを明示した取り組み指針とか手引きをお示しをするとともに、有料事例を全国展開するためのモデル事業を実施し、横展開を図る。 また、実際に計画作成の経験がある市町村職員を、あの他の市町村に派遣をいたしまして、同じ職員の目線から助言を行って、計画づくりにつなげるサポーター派遣、こうした取り組みをしているところでございます。今後ともこうした取り組みを着実に実施し、関係省庁や都道府県と連携を図りつつ、市町村の個別避難計画の作成支援に努めてまいりたいと考えております古川君。 私はね、今のやってる、やってないと言わないんですよ、しかし今やってるレベルでは、父としてやっぱり進んでいかないんじゃないかと思うんです。で進まなかったら結局、最後、命守れないということになるんですから、やっぱり災害対策っていうのは、本当にどうやって守るかっていうところですからね、命を。ぜひそこはです、ね、この今の状況をもう少しよく細かく把握していただいて、今のままのやり取り組みじゃ全然進まないと思いますよ、これ。あの抜本的にです、ね、もっと取り組みを強化していただきたいと思います。 であの時間もなくなってしまったので、ちょっともう少しあの災害関係、また地元の関係のところでちょっと聞かれたことです、ね、ありますので、聞きますが、えー、私の地元にですねあの、まあ、盛山区、名古屋市の山区を中心に走っているです、ね、あの新交通システムでガイドウェイバス、リトリートラインとなるんです。まあ、これはあの普通の道を走っていて高架部分になるとあの そこはです、ね、鉄道の軌道のようになるという、そういうバスなんですけれども、あのまあ、この周辺はですね、このバスの高架区間の近隣に住む人たちからです、ね、えー、まあ東京の,あの、まあ、江東五区の方ではでは、ね、えー、大規模な水害で濁れた場合なんかにはです、ね、この首都高のランプ、これを緊急避難先として、そこにこう一時的に避難できると、まあ、そういうことをですね、あの自治体と、そして、 高速道路各社との間で協で、ね、協力協定が結ばれていますで同じようにです、ね、じゃあ、このガイドウェアバス、リトリートラインの高架の、まあ、駅がいくつかありますから、そういう駅なんかをです、ね、その近くに住んでいる人が、その水害のときにで、ね、あの避難所に行けないようにというときは、あるいはなかなかそこまで遠くて大変な人はです、ねえー、その、えー、リトリートラインの駅なんかを、 に逃げてと、まあそういうことができないかと使わせてほしいっていうそういう要望が上がっています。ただ、あのこうしたですね効果部分をお使うにはですね、こう軌道法とかいろんなです、ね、やっぱこう法律上の制約があるんじゃないかと、まあそういうことの言われたりもしてるんですけれども、その辺何かですね法律上ですね、えー、制約というのはありますか。委員長。えっとはい、えー。岸谷大臣官房技術審議官。 お答えいたします大規模水害時等に浸水が想定される地域では、地方自治体において災害時の一時避難先を指定しているものと認識しております。お尋ねの水害時に公架域等を一時避難先として活用することについて、軌道法上の制約等はなく、一時避難先として使うことは可能と考えます。現に、鉄軌道施設の高海域が一時避難先に指定されている事例といたしましては、 大阪メトロの高架駅である九条駅等があり沿線自治体が鉄道事業者等と協議の上で指定されたものと承知しております国土交通省といたしましては高架駅等を浸水時の一時避難先として使用するに当たっては利用者等の安全に十分配慮した上で沿線自治体と事業者等との関係者間でよく協議をしていただくことが重要であると考えていますはい、委員長、古川君 ありがとうございます。まあ、そうすると、要は別に法律上の制約はないから、まあ、名古屋市とですね、この名古屋市が作った会社ですけれども、名古屋ガイドウェイバス株式会社っていう、こういうトリオラインを経営している会社がありますから、まあ、そことの間で協定を結べばいいということですか。岸に審議官。 お答えをいたします地域の沿線自治体と交通事業者等でよく話し合っていただいて、指定していただければよろしいかと考えております<上>古川君、えー。ありがとうございます。あのまあ、しっかりとこれをまた地元の皆さんにお伝えしたいと思います。えー、もうちょっと時間が経くなってしまいましたので、あの大臣の質問が <laughs>、えー、できませんでしたが、まあ、ぜひです、ね、このやっぱり災害対策というのは、やってますというだけではだめで、 ちゃんとやっぱり一人の国民、住民の皆さんにです、ね、ちゃんとそこまで行き渡って初めて、本当の災害対策だと思います。そういった意味ではで、ね、きめ細かい対策をです、ね、強力に進めていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。